というわけのわからないところがあることには定義はありますね。あそこは役人高校だよな。あ、ダメだ。じゃあ結構近鉄沿線に沿っちゃってるな。あの先に見えてるの多分 JR だ。あれ関西方線だ。ダメだ。シュークリーム。さあ、西中町ってことは、これ西尾張中央道じゃない、一号さんか。全然ダメだ、こっち行かないとダメだ。外したね。やっぱ逆方向っぽい方向いてたってことだな。これまっすぐずっと行ったら対馬なんで、まあまあまあこれで方向は合うんですけどね。大回りはだいぶしてますね。まあ適度な運動ということで。こんなところに工場あったんだ。この辺り厄介なのが蟹江警察署なんですよね。そう、弥富は警察署がなくて弥富市で、蟹江は天郡蟹江町なんですけどね、市の方に、警察署がなくて、確か弥富は幹部交番までしかないんじゃなかったかな。ですのであくまでも蟹江警察署っていうね、市の名前のほかじゃなくて、地方の方の名前があるっていうね、ちょっと変わったことになってますがね。それか弥富市になってさすがに作ったかな、弥富警察署って。どうなんでしょうね。逆のパターンはね、よくありますよね。三重県の菰野町とかね、菰野町やったら西署の管轄ですし、川越町、旭町は四日市北警察署の管轄だったりとかね、逆のパターンはまあよく聞くところではあるんですけどね。で、これ上を走っているのが東名阪ですね。じゃあもう弥富インターの近くかな。多分この結構すぐ近くに弥富インターチェンジがあるはずです。こんなところ歩いたのはことはないな。これで弥富インターの近くだ。五ノ三駅でどっから行ったらいいんだこれ。この道沿いはちょっとくる、多分歩くのしんどいんで、よいしょ。もうちょっとこっちから行くかな。一方角的に言うとこっちの方のはずなんですけどね。この東名阪の下のところはね、結構そのままスーッとまた弥富の方に寄っていっちゃうんで、そうするとかなりジグザグで、ね、移動するような形になると思うんで。どこから出てくるはずですよ。あ、でももう愛西市役所とか出てくる。そう、この辺りはね、愛西市と弥富市は結構入り組んじゃってるんで ね市町村合併の影響でね。そのうちに出てくるんじゃないかな。ここにも出てますね。
ようこそ金魚と芝桜の町。こんなマスコットキャラいたんですね。金魚なんですよね、きっと。で、ここはもう雇みインターチェンジ。雇みインターチェンジだけども、その目の前にはね、愛妻市の看板が出てるってことは、ほんと端っこですね、雇みでも、ここはここでなんか工事やってんだね。さあ、愛妻市に突入だ。さあ、問題はこのままだと155ですからね。ほんとあっという間に左右の方に着いちゃいますからね。一回ちょっと地図見るか。そこ曲がっていったらちょうどいいぐらいな気もするんだよな。ちょっと一回地図見て確認しましょう。今どうも確認した縮小でね、今撮ってきましたけど、ちょうどよかった、ここらしい。この前走ってるのただの農道みたいなところですけど、これまっすぐ行ったらちょうど近藤さんの近くに行けるみたいなんで、ちょうどよかった。危ねえ危ねえ、こっからグイーンと離れていくみたいなんでね、やっぱし、軌道修正しましょう。この距離で修正できたの大きいな。ここでいいんだ。トジさんだなんて言ってる場合じゃなかったですね。で、ちょうどこの道が、ジャストゴンノさんの方に向いていくみたいです。これであれですね、ヤトミからゴンノさんに行こうとする方のね、需要がきっと拾えるんじゃないかな。まあ、絶対車で行った方がいいと思うし、あれですけど。へえ、この道がこの方角なんだ。これはわからんわ。だからハウス栽培かなんかやってたのかな、この感じだと。いちごとかそんな感じかな。わからんですね。この辺りは普通の田んぼでしょうね。もうちょっとね、竜田だったっけ、あっちのね、川の方をね、基礎山線の近くの方に行くと、同じような田んぼでね、ハスの田んぼがわーっと広がってるっていうこともありますからね。そうそう、ハスもね、ハスでんでんとかって言ってね、田んぼっていう扱いらしいですね。畑との田んぼの違いが よくわからないけど、多分水を張るのは田んぼってことなんですよね。あれ、ハスのね、田んぼも綺麗にね、水が張られてね、それもね、で時期になるとハスの花がわーっと咲いてね、本当綺麗ですよ。朝駅にね、あの辺りを通るとね、綺麗だったなと言ってよくありますね。で、さっきの国道が向こうやから、だいぶやっぱし危ないね、ずれるところでしたね。まだまだ結構歩かなあかんから大変やけど。さあ、まあ、なんなら結局橋渡らないといけませんから、結局車であっちに戻るんですけどね。まあね、これも全てはターミナルのためです。なんだこれ、それっぽく言ったけど、なんなんだこの企画は本当に。
果たして死ぬのとかな街ですね。でやっぱここら辺は雇い市なんですね。本当に流行ってんのかな。もう地図見たらこれをまっすぐってなってたんだけどな。で踏切が見えたら踏切越えたらちょっと一回折れたらいいらしいんですけどね。だいぶ声横にされてましたね。